ぞ。満月の季節じゃ。何か作るですか？いただきます。ポカポカと暖かいの。木が増え始めたぞ。満月の季節じゃ。Thank you.
疲れが溜まっておるな。幸いこの辺りには水も食料もあるが、長くは持たん。危うくとも動くべきか、さくな様を信じ待つべきか。あの世もこのようなほらで皆と過ごしたな。主の父は山賊の頭であったが、なんとも気持ちの良い男であった。戦の世を心から憎み、貧しい者からは決して奪わず。貝丸、主はきっとあの世、父が石丸に撃たれるを見てしまったのであろう。再び言葉を取り戻せるものか、それがしにはわからぬが、守り通すぞ、この命に変えても。こんなところにおったのか、ボケ侍め。さくな様、よしよし、貝丸もおるな。まったく、こんな谷の方にまで来よってずいぶん探したぞ。あー、しかし、まあその貝丸を見つけここまで守ったのは、お主にしてはようやったな。わしの手間が省けたわい。褒めて使わす。強烈至極に存じまする。予算か。ともかく、これで借りは返したからな。はて。ところで、なんか変なのもおらんか。鬼ではないようじゃが。カッパーですかな。人懐っこく害はない様子。貝丸はこれとともにここまで来てしまったようでございまする。あー、初めて見る髪じゃのう。生臭いの、お主。おお、起きたか。さくな様がいらしたぞ。助かったのだ。うんうん、あーが迎えに来たぞ。とっとと帰ろう。お主はついてくるでないわ。ぬるぬるは嫌いじゃ。なんかおっけえな。そう、かわいい。まんずに臭いべや。結局ついてきてしまったの。ああ、カッパには仲間がいる。谷の奥の湖で鬼に捕まってるから助けたいって語ってす。それで一人であんなところまで行ったのか。あー、いやー、神様は頼み事ば嫌がるから悪いと思ったって。幼子はよく見ておりますな。仲間ば助けてくれたら恩はちゃんと返すそうだ。あ、
ちょっと待て、ユイヨ。カッパの言葉までわかるのか？わかんね。こんな気がしたタケスタ。なんだか釈然とすんの。おひいさま、いかがですかな。カッパはともかく、カイマルのためには動いてみても良いのではございませんか。そうじゃな、また目を離した隙に飛び出されてはかなわんからな。よし、湖に行ってみるか。あこの通りもやかましくなってきたわい。実りが減ってしまうんじゃったな。そろそろ水を抜く頃かな。田んぼから水を出すんだな。木が増えすぎると実りが減ってしまうんじゃったな。そろそろ水を抜く頃かな。どうしたんじゃ。それでは、神様、何か作りすかよ。わかった。できるまで
一人にしてけらいんね。なんか作るかや。確か茎が増えすぎると実りが減ってしまうんだったな。そろそろ水を抜く頃かな。これに戻りましてござりまする。何か作るですか？何か食べるますか？いただきます。